はい、阿部太郎です。今回はパーフェクトワールドという僕の曲をね、スタミナフレーズとして練習していただこうと思いまして、この動画を作っています。ネオクラシカルの中ではですね、すごく大事な形を前回にシャープ1の方で説明したと思うんですけど、その形をできるだけ維持して右手も左手も疲れるところを集中的にトレーニングするというフレーズになっています。ネオクラシカルヘビーメタルにおいて使うフォームというのは結構限られてくるんですよ。まずは1個目。そして2個目。3個目。4つ目。そして次のポジション。どれでも安定して弾けることが結構大事だと思います。基本的にはほぼ一緒なんですけども、最後の方、フレーズの最後の方だけちょっと違う形が出てきます。ネオクラシカル特有の、この形。これも練習しておいてください。基本的には今弾いたものが全てのフォームになりますので、どこも抜けることのないように練習してみてください。ポイントとしては人差し指の動きなんですよね、左手の。どういうことかというと、普通に、コードを弾くときっていうのは基本的にはずっと人差し指と押さえっぱなしのことが多いと思うんですけど、こういった単音フレーズの場合は弾いたら離してミュートするという動作が結構抜けに関わってきます。例えば今の最初のフレーズ、ここで人差し指が浮きます。これが大事。 NG パターンは人差し指をずっとつけておくパターン。これに関しては僕もあまりおすすめはしてません。なぜかというと、2つの弦に渡るとき、この時に人差し指を押さえっぱなしだと、もちろんミュートしておけばこういった音にはなるんですけど、全体的な、ミュートの具合というのを考えてあげて、ここだけミュートがすごくきつくなるように聞こえたりするんですよね。最初の場所はこの感じと揃えてあげたい。でもこれをがっちりミュートしてしまうとちょっとニュアンスが変わったりする。この感じをやはり大事にしたいというか、あとは同じことをずっと続けていくので、スタミナがすごく必要になってきます。トレーニングして身につけていくしかない。ぜひチャレンジしてみてください。またお会いしましょう。阿部裕太郎でした。